カトリック・デニーンは、アメリカ合衆国のワシントン州、レドモンド出身のモーグルスキーヤーである。16歳で、アメリカのナショナルチームに入り、2004から2005、シーズンに17歳で、ワールドカップにデビューするが、成績は振るわず、さらに怪我によりわずか3戦で、ナショナルチームから外れる。翌年、怪我から復帰して、ノースアメリカンカップや、 FIS ジュニア世界選手権などへ参戦した。さらに2年後の2007から2008シーズンにノースアメリカンカップで第1戦、第2戦と連続で優勝し、その活躍を認められてシーズン途中からワールドカップへ復帰を果たす。復帰戦となる第2戦、第3戦と2戦連続でいきなりの3位を獲得し、さらに最終戦でも3位を獲得してモーグル総合で アメリカ勢のトップとなる5位に入り、2008年のルーキー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。2008から2009のシーズンは一度だけ3位に入ったが、前年ほどの結果は残せず、モーグル総合14位に終わった。同シーズンに行われた世界選手権にも出場したが、ワールドカップで優勝経験がなく、選手権開催時点でワールドカップでは総合11位ということなどから、 戦前の評価は高くなかった。しかし、優勝候補のアレキサンダー・ビロドーがミスにより脱落し、他の選手も22点台に届かない中で、ただ一人23点台を叩き出し、自身初となる世界的大会での優勝を果たした。戦績表受賞、ありがとうございます。